冬、この町は雪に覆われます。日本最南端のスキー場、毎年多くの人がこの雪と戯れます。深い山の中、ぽっかり現れる滝、神秘的な光景に誰もが目を奪われます。この町の気候が味わい深い茶葉を育てます。そうして茶葉は香り良い釜炒り茶になるのです。阿蘇に沈む太陽がゆっくりと人々を包みます。自然の神秘、紅葉、大自然に生きる人々の息遣いを感じる美しい街です。